牧信二は、日本のウクレレ漫談家。牧プロダクション所属。東京演芸協会第6代会長、ハワイアンをアレンジした曲に、やんなっちゃったなどのフレーズで、社会批評を乗せて歌う、ウクレレ漫談の創始者、ギターに持ち替えたこともある。ベテランになってからも、レゲエやロックンロールにも挑戦した。弟子に、泉ピンコ、牧広し、巻田広し、巻高し。 牧昇、牧忠、し、藤井光一らがいる。東京都目黒区で、板金屋の五人警視の末っ子として出生し、間もなく、向島に転居。戦時中は、岩手県の寺に疎開、中学の一年後輩に、立川男子がいる。夜間高校に通いながら1950年7月からは、東亜景気製作所に勤める。 高校1年の頃、牧野周一の漫談を、ラジオで聞き、浅草の和術道公開、和術クラブに入る。この頃は楽器を持たない、生体模写を得意とした。高校卒業後、1957年に、ラジオ東京の、素人寄せで7週連続で、名人位を獲得。この実績をもって、牧野に正式入門を許され、牧野新次の芸名をもらうとともに、ウクレレ漫談を進められた。 当初の芸名は今何度。当時勤務していた東亜ケーキが温度計を製造していることに由来する。1962年に結婚した妻は東亜ケーキの専務の一人娘である。無名時代に美空ひばりの地方公演巡業の前座を務めた際、漫談があまりにも面白く会場を沸かせるためひばり星に気に入られ、ひばりの母は、牧さんは今にスターになるわよ。 見ててごらんなさいなと、近い将来のブレイクを予言していたという。歌うぼやき漫談、やんなっちゃった節で、人気者になり、早くも1960年に、文化放送でレギュラー番組、ウクレレ週刊誌を持たされる。この、やんなっちゃった節は、タフアフアイをアレンジしたもので、時世に応じた1500余の歌詞ストックがある一方、牧自身も、舞台で原曲を披露することがある。 1963年には、日本教育テレビの演芸番組、対象テレビ寄せの司会に起用され、番組終了の1978年まで15年に、渡り、司会を務め、番組内の名物コーナー、マキシンのバーゲンセールを通じて、歩みの箱チャリティ活動に貢献した。また、九州朝日放送の素人演芸会、マキシンの投資は晴れ晴れ555頭でも司会を、務めた。 1965年に第2回日本放送作家協会賞、大衆芸能賞を受賞し、喜劇映画、バラエティ番組などにも活躍の場を広げた。1973年から1983年の間、日劇で牧新次賞公演を開催。1976年、長戸博之。 愛川金也が中心となり発足した昭和9年生まれの芸能人による親睦組織昭和9年会に参加。1989年デビュー以来在籍した佐藤事務所の解散に伴い株式会社マキプロダクションに所属。1999年3月に死去した前会長桜井長一郎の後を受け東京園芸協会の第6代会長に就任。 2002年に脳出血で療養とリハビリを余儀なくされるが、復帰後の2003年に文化庁長官賞を受賞。2011年7月3日、自宅でタバコの火の不始末から坊やを起こした。自身と妻、娘の3人で消化にあたり、消防車が到着した頃にはほぼ沈下していた。2013年4月29日午前0時15分。 ところ、東京都大田区の玉川マリコ橋付近で投身し、病院に搬送されたが死亡が確認された、受水自殺とみられる。78歳没、前日の28日は、午後1時半に、上野広港自邸で舞台に出演し、その後、午後4時10分から、浅草東洋館でも舞台に出演する予定だったが、少しお茶を飲んでくると言って、席を立ち、 午後3時頃に喫茶店を出た後行方不明になっていた。また、東京園芸協会の会長として保管していた、協会の資金約650万円の開示を会員から求められており、同日夜に開催予定の理事会で、牧が通帳持参で開示することになっていた。牧の不法を受け、進行が扱った宇都美恵子、内海慶子藤村俊治、ケ c シー広報、 大村コンラが追悼のコメントを発表した。2013年5月19日に出演予定であった、ドクマムシサンダ石亭の第7回マムちゃん寄せは、KC 広報が代演することとなった。2013年11月25日、お別れの会が東京園芸協会と発起人により、浅草ビューホテルで開かれ、生前親しくしていた芸人や関係者200人、あまりが集い、個人を偲んだ。 全国ネットローカル、ありがとうございます。